篠山さんが、ええ、やっぱ印象に残ったプレーっていうのはどうでしたか。やっぱりあれでしょう、あの左手一本のシュートじゃないですか、かドーハの本当の悲劇で、チョークスリーパーじゃなくて、あのね、首絞められた、首絞められた、まあ、あれどっちかでしょうね、どっちかだと思ビッグプレー、どっちかだと思ビッグプレー、はい、やはりあのあれだけベンチが笑ってたのは、あのプレー2つのどっちかでしょうね、あんな混戦な試合で、大事な試合なのに、僕すごいベンチでも、そうだね、あの味方が首絞められた後とは思えないぐらいベンチみんな腹抱えて笑ってたのをすごく覚えていますよただあの時の篠山さんの立ち上がった時の顔を僕今でも忘れれないいやでもすごいカツアゲされてきたあれもね、あれもいいけどベンチみんな腹抱えて笑ってたのをすごく覚えていますよただあの時の篠山さんの立ち上がった時の顔を